どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが5月10日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日、ベイスターズと戦いましたが、本当にいろんなことがあった今日のゲーム、 結果4対3で勝利ということで3連敗はしません。ここにタイガースの強さがあります。本当にいろんなことが起きた今日のゲーム内容を見ていきましょう。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは序盤のタイガース打線、相手先発東投手とは今シーズン初対決、言わずもがな好投手、まずは先制点が欲しいというところ、タイガースの1番近本選手、東投手から先頭バッターホームランです。 近本選手の先頭打者ホームランは去年6月30日のジャイアン戦以来通算11本目。ちなみに球団4位、今岡コーチの12本まであと1本に迫ってるということで、いやー、今シーズンの近本選手、ホームランのペースがやっぱりものすごい。近本選手のキャリアハイは2021年、合計612打席立って10本打ちました。この年唯一、近本選手は2桁ホームランを記録しているわけなんですが、この2024年は、 この第5号ホームランが出た時点で、まだ151打席しか経っていません。ですので単純計算、2021年と比較すると、大体4倍ペース、まあ、シーズン20本前後のね、ホームランペースになってるということで、まだまだ進化は止まりません。で、近本選手は先日、今シーズンのホームランペースについて問われた際、いろんな要素があります。球場、ピッチャー、自分の状態にもよる。 こうなったらホームランになる確率が上がるとか、ヒットになる確率が上がるとか、どっちを取るか打ちたいなとは思ってるんで、ペース数より打てたらいいなぐらいですねと、まあ、こういったコメントを出していた中で、今日第5号の先頭バッターホームラン、かっこよすぎますね。さあこのように近本選手が流れを作り、守備でさらにね、まあ、リズムに乗っていきたいところだったんですが、今日の先発青柳投手、もう満を持しての登板でしたが、初回コントロールに苦しみました。 というのも、ワンアウトから、2番関根選手にフォアボールを与えると、3番佐野選手にはデッドボール。で、続く4番牧選手に対して、フルカウントから外角、際どいボールを投げましたが、球審の手は上がらずフォアボール。ま、その前からね、ま、ちょっと判定に対して、ま、不満そうな表情と言いますか、納得しきれてない表情を見せていたんですが、最後アウトコースに投げ切ったボール、これがボール判定されると、マウンド上で思わず苦笑い、球審の方にいやいやと、ま、思わず大きなリアクション見せていましたが、なんとか切り替えた とこま、ですが、ワンアウト満塁から、5番宮崎選手にもフォアボールということで、なんと4者連続四死球。押し出しのフォアボールになって、なんとか最小失点でとどめはしましたが、まあ、マウンドを降りていくとき、まあ、球審の方に対してね、視線をぶつけながら、ベンチに歩いていったということで、まあ、初回で40球ぐらいですかね、まあ、かなり球数を要しましたんで、まあ、この失点パターンというのは、岡田監督が一番嫌ってしまう形、まあ、かなりベンチでも険しい表情を見せていましたが、岡田監督は今日の青柳投手の初回を特にどう見るか。 で、試合は中盤戦。まあ、タイガース打線も近本選手のホームランが出ていこう。なかなかヒットが出ませんでした。6回を迎える前の時点で、近本選手のホームランと、5回に出た木波選手のヒット、この2本だけでしたからね。なんとか東投手を崩していきたいというところ、6回にチャンス到来。ここも切り開いてくれたのが、1番近本選手。 ライトへのツーベースを放って、2番中野選手はヒッティング。まあ、送りバントも十分考えられるケースですが、これはもう岡田監督の信頼度の高さを表してますね。まあ、中野選手ならなんとか引っ張ってくれるだろう。ランナー進めてくれるだろうと。で、しっかり中野選手はライトに打ち上げて、近本選手はタッチアップ。ワンアウト3塁から森下選手がフォアボールを選んで、4番大山選手が初球狙い撃ち、勝ち越しタイムリーになりました。そして今日、5番でいきなりスタメン起用された井上選手も結果を出す。 三塁へ強烈な打球。まあ、これがイレギュラーになって、結果タイムリー内安打。本当に井上選手にとって大きな一本になったんですが、ここでアクシデントが起きました。というのもサード宮崎選手、まあ、バウンドイレギュラーしましたからね。これ反応しきれず、打球が頭部に直撃。宮崎選手は倒れ込みました。で、その後トレーナーなどが駆けつけて、担架も到着。 ブルーシートのような目隠しで囲われる中、宮崎選手は単価で運ばれました。まあ、球場は騒然。ベイスターズファンだけじゃなく、タイガーズファンからも、宮崎コールが起こる事態になりました。まずは一言言わせてください。も、ま、う、あ、とにかく宮崎選手の無事を祈るのみ。も、ま、う、あ、本当に井上選手の打球、強烈でした。もう宮崎選手ってグラブさばきめちゃくちゃうまい選手ですからね。まあ、その宮崎選手でさえも、間に合わないレベルの打球速度。ただもう頭に当たってしまった瞬間、思わず目を背けちゃいましたね。も、ま、う、あ、本当に大変な事態にはなりましたが、もう、 こればっかりはどうしようもない。 プロとプロのぶつかり合いで起こってしまったアクシデント、まあ、井上選手も気持ち的には落ち着かない部分あるかもしれませんが、まあ、本当に井上選手にとっての一軍定着でスターに駆け上がっていくための最初の一本でもありますから、まあ、ファンとしても複雑なところはありますけれどもとにかく宮崎選手の無事を祈るのみで個人的にはこのベイスターズ三連戦井上選手は相手先発右左関係なく全試合スタメンで見たいなと改めて思いましたね二軍でものすごい数字を残して一打席目から決して打席内容は悪くなかったでこの三打席目に しっかりタイムリーですから。もう今回の一軍昇格。井上選手にとっては、本当の本当の勝負どころだと思うんで、今日はもう。その後、守備から交代という形になりましたが、三、まあ、連戦のスタメン起用に向けてね。まあ、いいスタートは切れたんじゃないかなということで、今後の打席内容も注目したいところです。さあ、このように、タイガースは六回に二点勝ち越して、青柳投手は続投しました。まあ、青柳投手は五回。終えた時点で、球数百球超えてましたからね。まあ、十分。交代も考えられるケースでしたが、この続投。この判断に関しては、まあ、個人的な考察にはなりますけれども。 キリシキ投手がベンチから外れていた。まあ、この影響もあるかなという風に感じました。 まあ今日、キリシキ投手は体調不良ということで、ベンチを外れたんですけれども、まあそれだけ今のタイガースにおいて、キリシキ投手がどれだけ大きな役割を担っているかがわかります。まあいくら2回移動日を挟んでるとはいえ、もし今日のゲームで投げていたら、まあゲーム単位でキリシキ投手は5連投になりますからね。どちらにせよ今日のゲーム、まあどういう展開でも、さすがに休んでほしい思いはありましたけれども、まあそういった背景もあって、青柳投手はもう1イニング、6回行ったのかなと。まあただその6回、連続スリーベースを許してしまったところで、青柳投手は ははは今シーズン最多ののの125 2球を投投投げ、2番手は石井投手。手石井その後同点点ととなって、青柳投手は6回3 3分の0、3失点という結果です。まあ、ただ、その後、島本投手が火消しで登板し、ベイスターズに勝ち越しを許さなかった、ここも大きなポイントだったんじゃないかなという風に感じますね。さあ、で、試合は終盤戦。まずは中継陣に粘りが求められる中、火消しを行った島本投手が、もう1イニング行きました。まあ、そこもしっかり三者凡退ということで、島本投手が1回3分の1をパーフェクトピッチング。本来はここで切り 投手投入というポイントでもあるんですけれどもそこをみんなでしっかりカバーできたこれが大きいで8回の岩崎投手ランナー背負いましたが無失点としっかり繋いでいってさあ9回の攻撃ですよ東投手が8回を投げた後9回のベイスターズ守護神森原投手からチャンスを作った先頭佐藤選手がツーベースを放って坂本選手がきっちり送りバント で、代打糸原選手がフォアボール選んで、レフトの守備から入っていたノイジー選手。今日1打キ目も高い走塁意識を見せて、ツーベースを放っていましたが、ここでしっかりレフトに勝ち越しタイムリーということで、大きな大きな一本でした。やっぱりノイジー選手からすれば、若手で前川選手や井上選手が出てきて、うかうかしていられない。しっかり結果を出さなければいけない。そういった思いというのは、より強くなってるんじゃないかなと。実際今日、井上選手が昇格して、即スタメン起用され、しっかり結果も出していた。だからこそノイジー選手も、バッティング で結果を出さなければどんどん若手選手の起用が増えていくまあ、そういった思いというのもあったと思いますんで途中出場でしっかりマルチアンダーノイジー選手の意地を感じましたねで1点リードのラスト9回はゲラ投手が登板、まあ、先日5月8日のカープ戦 ゲラ投手は今シーズン2敗目で悔しい登板になったんですが、まあ、前回点を取られた後のピッチングもそうでしたね。2日連続で失敗しない、ここにゲラ投手の凄さあるんじゃないかなということで、1イニングを投げてピシャリ、まあ、球速も160キロ近くね、まあ、本当に気合の入ったピッチングだったと思います。中継ぎ陣もしっかり粘って、取り切るところで取れた、まあ、タイガースらしい戦いを見せてくれて、3連敗しない強さ、改めてこのゲームで見せてくれました。はい、ということで、今回の動画では本日5月の10日に行われたベイスターズとの6回戦に についてお話をされていただきました。 結果は4対3で勝利ということで、9回ノイジー選手に勝ち越し打が出て、連敗を2でストップ。しっかり首位キープにも成功し、3連戦の頭を取ることができました。明日、明後日とハマスタでの戦い続いていきますが、今後もどういった戦いを見せてくれるのか注目していきましょう。皆さんは今日のゲーム、どのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけ けると嬉しいです皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5万5千100人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万6千人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。でまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。3連敗はなかなかしない、ここにタイガースの強さを感じます。明日以降の戦いも引き続き、注目していきましょう。ムタップ